どう思って会釈されて、俺もどう思って何か返したっていう絡みが。どんなエピソードですか。ちょっと特別な目で見る。この人でも本当に向上心ある人っていうか、そうだね、今の何がダメだったんですかねみたいなことを結構聞かれたから、この試合俺後ろで見てました、ね、いやこれねすごい試合でした。壮絶なの試合、壮絶な試合です。波動拳の打ち合いがかなり殺意側として嫌だから、うん、結局やりたいのは火力の押し付けなんだけど、ジルコさんは結構立ち回りがうまくてなかなか近づけてくれるというか、いや強くなったポイントをちゃんと出せれば、そうだね、割と戦えるのではないかと。強くなったポイントが相当多いから、うん、コパンサンフレだったりとか、その EX 竜巻ゴーラボこれか、あれリーチも伸びる、下に下のリーチか、上のリーチがそのまま下に来てめっちゃ長い、あしゃがみに当たるようになって、それプラス8000も速くなったのか、うん、あそうか、5か、5の距離で対空分けてきて、おいやこの波動の性能持ってて、5フレの対空って結構そう、ね、熱いんですよ。あそれでも最強キャラがすごい、全然最強っていうか、強キャラかと言われると、うん、そうではないかな、中堅行くかなみたいな。波動拳だから結構最近思ったのが、冒険って実は横に前回の横に安定なんじゃないかって最近思いました。あ、そうか、どうなんですか、2の性能をよく分かってるんで、2は使えるとマジでいっぱいあるで、ウルコン1は直当てしないと、まあ確かに、しかもブッパでも使えないっていう、特に発生が10とかなんで使いにくい。さあ、この入ってる、電陣は、え、そこで入るのみたいなとこ結構入る、ね、はいはい、遠目で弾、ね、上弾とか当たった時に今のも多分入るのかな、多分入るんじゃないかな、マイステだったら入りそうだな、マイステは余裕だと思うけど、マイステ入るかな、ちょっと分かんねえな、確かね、1回あった気がする、え、そこで入るんだ、発生早いんだよね、弾速も早いし、ここで狙う、青写真を描いているのか、これだよ、これ当たるんですね、へぇ、だからね、この存在が俺はかなりでかい、うん、あれ本来リスクは与えられないんだ、リスクっていうか追撃入んないんだ、そうね、うん、でも電陣のみ入るから全キャラもう電陣なんじゃないかっていう、クラフジョーンじゃない、まあ、もう伝えたんだけど、あそうなんですか、ただこの今回のバージョンで EX 竜巻が当たりやすくなったじゃん、うん、EX 竜巻セビキャンマイスでウルコンっていうのがいけるから、うん、そういう点ではウルコン1の方がいいときもある、セルさんでコンボと、じゃあ赤セリだと減るんだよ、そうだね、 1.5 倍かなダメージが、そうだよね、 1.5 倍、 1.5 倍だからサガットの赤セリ225なんですよ、やばい、一応ねそこら辺調べたんだけど、フェイロンは2ゲージあればどんな状況でも赤セリのが減る、はい、まあ、ウルコンとかあれば、うん、大体赤セリの方が実は減りそうだよね、そうだね、逃げに使うんだったら補正が進んでしまうとはいえ、でウルコン使わないにしても赤セリ、大パン、支援とかの方が減ってたような気がするな、中支援レックよりも、これは嫌な感じ、まあ1試合取ってるからまだ切らない感じなのかな、なんかそういうの考えるのかな、まあ勝てるでしょっていうイメージだと思うけど、すごい、まあ、でもああいうの見てちょっと嫌だなとは思うよね、おお、ああ痛い、怪しいところなんでしゃがみ台パンにしても偉いな、はい、壊しは4フレ5、あ5か、壊しも結構でも性能いいよ、うん、長いし、そうだね、シャクルには使えないけどね、おおやる、おお
いいね、ゆうたさん動き。てかやり込んでんな。おー、うまい。今のやばいわ。あーもう最速ダッシュしちゃってるから、ね、だいぶやべって感じ、うん、やべって感じだね。でこっからどう勝つかみたいな。とりあえず押しとけ押しとけみたいな。これ2発ないのが痛えよな。セリダッシュに弱えんだよな、うん、うわー、うわー、これは200減るんだ。押すな、投げ、どうして、投げてほしい。おお、投げ、投げドシン。これどこまでいけるか。投げドシン。ドシン。なんか下蹴りしてるみたいな。ああ、すごい潰した。今のは。今昇竜出て、振り向き昇竜潰した。出て。てみんとかでもない。まあ確かに怪しい時ああいうのやってもいいかも。うん、着地するっていうかその。地点に到達するまでの時間が遅れるから今みたいなことが起こりうるから、割と結構嫌な感じでイーブンにされてます。これで梅原負けたらあれですかね、2勝組入れませんからね、全然ですね。全部で、まあ、4回の8試合あるけど、やっぱ極力1試合も負けたくないよね。まあ、序盤で負けちゃうと結構ね、うん、きついよね。結構響いちゃうんだよな。円柱系マジ強いよね。円柱系強い。使ってるね、皆さん。これか。お、セリ見てバックして。今回だいぶ攻めるな。こんなのは一応隠せるんですけど。だいぶ攻める。だいぶ攻める。攻めるね、これいわゆるダウンロード使ったやつ。あー。うわー。てか対応だと面倒いこと。割に合わないなっていう感じだ。攻めてるって感じだっ、ね。ヒレを使って。初めてだけどこのセットスラウンドは取りたいね。そう。全部咲いた。わー痛い。おお、こっちも。波動で打ち合えないのが。ダッシュとか使ってるのがいいね。おお、おお、ハニージャンプ。ハニージャンプ。普通か？いや、あれ結構怒るんだけどね。どう読みか最後は。普通に飛んだだけ。うん、よく怒るんですよ、うん。前ジャンプとかじゃない限りは。ちょっと悲しいポイントになる変顔は。あれって弱玉と強玉の軌道？弱玉と中玉じゃなくて中玉。中玉で当たんない。大玉はもうもっと、まあ、とんでもない角度してる。当てる気ねえだろ。フラミン取ったのかなり効いたな。そうだね。そこ取られてると。ジュータさんもかなり怖い動きしてるね。ダッシュ、ダッシュ投げと波動拳のタクみたいな。そういうこと。厳しい厳しい。波動拳刺される。波動拳。波動刺される。うわあ。あれセビダッシュいくつなのかな。5分ぐらい。波動拳ってダッシュのアプレ16。はい、うわこれやだうわまずい、いつ上が来るか分かんない、上が来るか分かんない。波動でも打ち合えない。 EX に使いたくないですね。でも打ち合えない。あっ中足だと中足だったから。はい、中足でしたね。最終ラウンドです。嫌な感じで負けたら梅原11っすね。これだって2試合目だって、1試合目だって2試合目2試合目。ちょっとコパコパ中足竜巻はかなりテンパって、まずいね。 EX ドシーンです。ここで初めて見た EX ドシーンはバックステ、あの豪華の弱すぎるバックステに変わされて、まあ、EX ドシーン使うときはかなりさずい、勝ちたがってる、勝ちたがってるときはね。一応対戦1000年かかりとはいっていう人がいて、はい、その人は常に勝ちたがってるので、もう常にあの
空気のごとく使って空順多めになってきた。うわぁ、これ嫌な感じ。これ離れるのかな。うまい。今の3ゲージ使うか。ダッシュ2回したとかすごいね、条件判断して。というわけで梅原と2勝組ですわ。